鹿児島のさまざまな場所に全力で生きる人たちがいます。きっとその姿は未来の鹿児島を担う力。これからその情熱を綴っていきます。今回未来への思いを綴るのは鹿児島弁劇団下端派の皆さん。あら、知らんけ。知らん。どこを流されちゃったのかい。ゴンザじゃゴンザ。ゴンのこじゃゴンザじゃ。この日練習していたのは少年ゴンザ物語。世界で初めてロシア語の和訳辞典を作り、21歳の若さで亡くなった薩摩の少年ゴンザをモデルにした舞台劇です。30代から70代の劇団員は全員がボランティア。突き動かしているのは鹿児島弁への愛情と強い思いです。子どもたちに伝承したい、若い人たちに方言の素晴らしさを伝えたいと。そんな思いから小学校や幼稚園などを舞台に楽しく鹿児島弁を伝えてきました。みんな、はい、この言葉を言ってみて、ビビンコ。しかし活動を始めたメンバーは鹿児島弁の現状を目の当たりにします。年々じゃなくても日に日に伝承されてないのが実感としてありますね。でもそれを私たちは少しでもストップをかけたいと。鹿児島弁が持つ独特の響きやリズムからは地元ならではの温かいコミュニケーションが生まれる。そんな思いで今日も活動を続けています。鹿児島弁劇団下端派の皆さんが綴る未来への思いは、鹿児島弁は大切じゃんで子供の死に